仮想近未来、とうとう未来に追いついた。仮想現実において卓球ができる。汎用ゴーグルと専用ラケットさえあれば、世界中の人と卓球の仮想対戦ができるのだ。もちろん人工知能との対戦も可能。こうなったらもう何でもありだね。チームを組んで仮想サッカーだってやれる。仮想ドライブ、仮想デートもわけない。仮想ホテルでベッドインとかして、そのうち仮想夫婦に仮想ベイビーが生まれ、仮想子育てが始まるんだろうな。その前に仮想敵国と仮想戦争か。仮想にせよ人類が絶滅しちゃったりして、はは、楽しそうだね。